にちは、サメ食太郎です。こんにちは、キャサリンです。今日はですね、キャサさん初の企画でですね、キャサさんの息子さんを含めた男子高校生5人組 ES-OV 女子2人で替え玉チャレンジをしたいと思います。場所がね、秘密にある山小屋さんという豚骨ラーメンのお店なんですけど、10分間で何杯食べれるかっていうのを平日一斉にチャレンジしていきたいと思います。はい、こちら男子高校生の若い子では、コロナ対策、ソーシャルディスタンス、除菌など配慮しながら開催します。よく噛んで食べましょう。で、苦しくなったら無理はせず終了しましょう。で、とても美味しいラーメンなので美味しいラーメンを楽しみながらいただきましょう。頑張りましょう。やばい、めっちゃ緊張してきた。60分一本勝負替え玉対決、せーの、いただきます。スタート。いただきます。いただきます。美味しいですよ、ね、はい、すごい美味しそう。おめんで、うん、うん、おいしい、おいしい、コシがあって美味しいですね。おすめん、おいしい。ですよね、一応麺だけですけど、普通であればスープと具材もおかわりしてる。美味しい。スープが結構濃厚なんだけど、濃厚、本当に。癖もある。美味しい。すいません、替え玉お願いします。やばいやばい、YouTuber の力。すいません、替え玉2つ、替え玉3つ、替え玉、あ、はい、開始です。ありがとうございます。あ、こもってね、すいません、一人で入れてください。あ、はい、よろしい。はい、そこもスタートいいから。はい、替え玉いただきます。最初の結構替え玉の量もボリューミーで、全然少なくない、結構シビアな感じなんですよ。はい、替え玉です。はい、勝ったのね、本当にいってる。こっち、こっち、はい、もう一個だね、替え玉、替え玉一個。結構時間配分大事になってね。あ、すいません、替え玉お願いします。最初だけに、もうありがとうございます。はい、こちらは2杯目。はい、こちらです。すいません、柔らかい。だからもう一つ柔らかい。熱々です。まだ7分しか経ってない。はい。はい。じゃあ参ります。はい、お願いします。はい、お願いします。片目で。片目で。何？片目です。すいません、替え玉ください。あの、替え玉もう一つください。はい、はい。
ません、替え玉一つお願いします。やばい、どうしようか、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これではお待たせしました。あ、なんかチャーシすいません、体玉一つ、すごい才能がある。7回目なんですけど、ちょっとスープが足りないので新しくしてもらいました。アツアツだ。これだけやめて、最近見てこのままスープだけ。パーフェクトスープ、味こってるし美味しい。お買い玉お待たせしました。スープとお買い玉お待たせしました。大丈夫？うん、無理だ。クーラーを2つと、クーロン茶を2つください。あ、クーラーと売られてる、はい、すみません、あと替え玉1つ。はい、1つです、ね、はい、1回目です。1回目でよかった。全然やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。全然違う、全然違う、全然違う。これめっちゃいいですね。喋ってるけど、ちょっと食べるのが一番です。
スープお願いします。替え玉2つくらい1個ずつ。ありがとうございます。あと5分で終わる。すいません、あ、替え玉2つください。すごい残り3分で済むのに出してる。集計したいと思います。8杯すごいすごいよね。8杯すごい素人じゃない。で、次5杯もね全然食べる。ガチ勢ばっかり、ガチ勢ばっかり。5杯です。では最後4杯。すごい舐めてた。3杯の中っぱりなのかな。私たちがセブさんが12杯、私も12杯、10ちょっとぐらい、12.ちょっと、13枚目で13枚目で残したんで、ということで15と計27なので現役高校生チームの勝利です。すごい負けた。でもちょっとイエーイって感じしてないけど、ね、参りました。本当に参りました。次回はマックスさん連れて、マックスさん連れて、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。どう